今から第19弾をやっていきたいんですけど、今回は、サッカーの基本の2対2のちょっと応用編をちょっとやっていきたい。試合に向けた応用編をやっていきたいんですけど、まあ例えば2対2のまず基本からいくと、この形でこの人がプレスに行くと。で、こっちにパスを出して、 で、こっちの人がこの人が抜かれても、すぐカバーに行けるようにとか、もしこんな前出ちゃったら、この裏通されて、一発行かれるのを、そうするためにカバーリングで、ここにいますね。で、こっちにパスを出したら、まずこの人が第一に考えるのは、このボールをカパスカットできるかどうかを狙って全力でプレスします。 で、全力でプレスして、間に合わなかった。この人は、バス行っちゃったら、今度はできる限り、この人は、前を向かないように、プレスしていきますね。で、この人は、さっきの人と同じように、下がる。この、ワンツーとかで、門を通されないように、あとカバーリングを組めて戻って、こんな位置に。 この繰り返しですね。2対2の基本が、こう出たらこう、こう、こう出たらこう、こうですね。これが2対2の基本で、サッカーに常に活かされるんですけど、まあ、なかなか、試合で、こんな、局面を、硬くなった局面は、実際はなかなかないですね。 じゃあ、試合に応用した2対2はどうすればいいかっていうと、ちょっと思いついたんですけど、左に寄れます。左に寄った状態で、こっからパス出して、こう始める。で、この人はプレスして、これですね。この局面、斜めの局面だと、結構面白い。 試合2対2ができると思うんですね。で、まあ、こういった瞬間にこの人はタス、ワンツー 1, 出したり。結構スピードが命ですね、この練習は。で、まあ、左割ったら次は右側やって。ですね。で、まあ、これも終わってきたら、ちょっと広めにとって、 こんな感じでやってみるういったりして出してもらったりするんだけどこういったところを今度は裏をこう狙、ね、ってみたいですね。結構斜めからのプレスが結構の練習になると思うんでちょっとやってみてください。